明けましておめでとう。明けましって、ミャフラン、今年最初の動画ですね。今年の最初はヨーヨー無難だね。まあね。確か前回はレイムノーマルバッドエンドで終わったんだよね。確かそうでしたね。ふん、次はクリアするわ。じゃあ今回は何するの？っていうかなんでそんなに昨夜笑顔なの？あ、それはね、今回のプレイヤーが昨夜だからよ。はい。あ、そういえばヨーヨー無には昨夜がいたね。ってことで今回はノーマルを昨夜が昨夜をプレイっていう感じね。っていうかそもそも昨夜はなんで春を目指したの？春を目指す、というよりは冬を終わらせるためにですね。冬があまりに長く続きすぎて、用意していた暖房燃料が切れそうになっております。さすがに暖房燃料が切れたら人間はこの冬を越せません。燃料切らしたらまたお嬢様がうるさいですし。あ、なんか言った昨夜。なんでもございません。ということで燃料が尽きる前に冬を終わらせればいいという結論に至りまして、お嬢様に春までお暇をもらった次第でございます。なるほどね。この時私はあと1日すれば春になると確信してたらしいけど、どうだかね。昨夜は冬を終わらせられるのか。それじゃあ昨夜の説明でも見ていきましょうか。完全で勝者な従者、いざよい昨夜。移動速度は中、低速時移動は速い。ボムの初期数が4つでチェリー減少率が中。昨夜、あなたボム最初から4つ持ってるのね。そこが私の強い点かと。何自分のこと強いって言ってるのよ。特殊能力が、かすり有効範囲が大きい。ミスジのチェリー減少率が少ない。大体こんなところね。説明ありがとうございます、お嬢様と妹様。しかしボム4つっていうのは本当に強そうね。しっかり使えれば大きなアドバンテージになるわ。次に武器。天赋、広範囲タイプ。ジャックザルドビレ、それにジャックザリッパー。そしてボム、ステルカードね。インディスクリミネート、に殺人ドール。高速がインディスクリミネートで低速が殺人ドールね。はい、そうです。それじゃあ二つ目だよ。トキフ、特殊タイプね。ミスディレクション、とパワーディレクション。ボムは、パーフェクトスクエア、それにプライベートスクエア。それで昨夜、今回はどっちでやるの？今回は上の天赋、広範囲タイプでいきます。ふーん、そう？それじゃあここでグダグダしててもあれだし、いざよい昨夜参ります。まあ前回のコウマ町の時のマリサと同じで道中はカットしたりして進んでいくわ。了解ですお嬢様。それじゃあ一面の中ボスからだね。やいやい人間。何？妖精。一面の中ボスは散るのよ。邪魔しないでくれるかしら。邪魔なのはそっちだよ。私が、なんで、なんでって、とりあえず邪魔。いつも通りの散るの。邪魔者には退場してもらいましょう。ああ。消えたわね。っていうか昨夜のナイフ全部散るのに追尾してたわね。低速の時は勝手に狙ってくれるみたいです。ボスに自動で当たってくれるならかなり楽だね。一面ボスまでたどり着きました。あっちの昨夜はご乱心みたいね。確かに雑魚を倒してても何にもならしないね。早く黒幕を倒して冬を終わらせないといけませんから。黒幕にたどり着くには結構時間がかかるわ。そういえばここのボスって誰だったっけ。クーローマーク。忘れてるんじゃないわ。あ、そうそう、こんなやつだった。冬の忘れ物、ベキ、ホワイトロックね。であれ、今回は前回来た人間とは違うのね。この冬を終わらせるために私が。ってことで早速。まった、私は黒幕だけど普通よ。こんなところに黒幕がいるはずないでしょ。だね。そもそも何が黒幕で何が普通じゃないのかあなたわかってるの？何が黒幕で何が普通じゃないか。わかってなさそうな顔してるわ。あ、そうだ。例年より、雪の結晶が大きいわ。だいたい、3倍くらい。そうね。そこ納得するの昨夜。雪の結晶が大きいのは、全くおかしな会話してるわね。あとは、頭のおかしなメイドが空を飛んでくることくらいかな。そう、やっぱりあなたは黒幕ね。昨夜が怖い顔してる。でしょ、私が黒幕。それじゃあ昨夜隊列、ホワイトロック開始。まずはどんな攻撃するんだっけ。遅いのと早いの？説明が雑すぎるわ。次が霧から出てくる攻撃ですね。頭のおかしなメイドに避けられるかな。頭がおかしいから避けられるわ。やっぱりナイフ全部敵に向かっていってる。体力ヒルのレイムの時より早いわね。完全リンガリングコールド。確かだんだん横に広がってくる攻撃。それプラス普通に弾幕が落ちてくるわよね。しっかり見ます。前の方だと隙間狭いけど、後ろの方で待ってたら結構間隔空くから簡単ね。しかも弾幕のスピードも落ちるからね。まるで当たる気がしない。頭のおかしいメイドね。次行ったら殺す。あ、さっき自分で言ってたじゃない。自分で言うのと他人に言われるのは違うのよ。昨夜リンガリングコールド突破したね。突破したとほぼ同時に死んだ結界発動。そういえば死んだ結界のコメント来てたけど。あ、当たる時は当たるし死ぬ時は死ぬわ。お姉様、考えることを放棄したね。何ごちゃごちゃ言ってるのかわからないけど次行くわ。豆腐、フラワーリバラウェイ。これが確かレテ、ホワイトロックの最後のスペルカード。花のように広がる攻撃。でも確かあんまり苦戦しなかった気がするわ。一面ボスだしそこまで難しくないからね。バカにするんじゃないわ。別にバカにはしてないけど、しっかり見て隙間隙間を避けていけば、結構広い空間になってる。中央のがそのまま振ってくれば結構難しいわよね。それじゃあこれで黒幕撃破。ああ、雪の結晶が。やっぱりあってなかった。黒幕、弱かったですね。あれが黒幕ならどんなに楽なことか。それじゃあ次の黒幕探しに行きます。この世界は黒幕だらけね。それじゃあこれが今回のリザルトよ。次がステージ2。迷いがの黒猫。イットリーバードインザビレッジイングイッチピーポワーノット。迷いがアプリションビレッジ。リフユーズドヒューマンオールウェイズ。意味は、ひとっこひとりやしない村に迷い込んでしまった。迷いがは、常に人を寄せつけることがなかったというのに。へい、霊夢や昨夜はよくここに迷い込めたわね。いざなわれました。ここから少しだけ相手の攻撃激しくなってくるよね。そうですね。しかし昨夜の弾幕、低速じゃない時は弾幕が広がって、楽そうね。
ボスには勝手に追尾するし、もしかして一番楽。そうかもしれません。まあでもまだマリサ使ってないからあれだけど。マリサは今回も威力高いのかな。どうなんでしょうか。公務長の時はマリサの威力が高いおかげで、お姉様が勝てたみたいなところあるからね。何を言ってるのかしら。だってそうじゃなきゃ私に勝つのは無理よ。知識過剰も大概にしておきなさいよ。まあ、死んだ結界が終わってしまいました。そういえば死んだ結界中は相手の自動回収してくれるから、楽よね。うわ、なんか回転しながら出てきた。あなた回りすぎよ。あれ、わかったな。今回は私が。せやかもう帰ってほしいんだけど。そうそれはひどいですわ。特にそこの人間じゃないやつ。普段言われてるわよ。どう考えても前回嵐回ったお姉様のことでしょ。前回は散々なことしてくれたわね。ここで返すわ。全部ほらん来るわよ、昨夜。これ結構弾幕出てくるまで遅いよね。うるさい。来ますね。丸くなってそれがどんどん広がってくると。お姉様は前戦った時これ避けられてたっけ。当然よ。ノーミスノーゴムでしたね。昨夜はどうかな。人間が猫に負けるわけにはいきませんからね。人間ごときが何言ってるの。猫に勝てる人間がいるか。どうやら価値観が全然違うみたいだわ。もう削れるわね。奥まで来たら教えてあげる。逃げちゃったね。追いついてわからせてあげますわ。人間の方が強いと。でも吸血鬼には勝てないけどね。もちろんでございますお嬢様。次はどんな攻撃かな。また死んだ結界に入ったわね。死んだ結界中は当たっても大丈夫なので、かなり無茶な動きができますよね。普段なら絶対しないこともできるもんね。でもそういう先って意外と当たらないのよね。普段しっかりやってる時の方が当たってしまいますよね。どういう現象。死んだ結界中はなぜか当たらない現象。そのまま死に。だいぶどこも少なくなってきた。そういえば最初からゴム4つだから1つ増えて5つになってるわね。私は全部使い切らないうちに被弾するに一票。そんな妹様。私もそれに一票ね。お嬢様まで。あ、泡がどんどん増えていく。これが最後の攻撃ね。見た目派手ですけど、避けるのは簡単ですよね、これ。昨夜に向かって起きてきてるとかじゃないからね。そしてたどり着くは2年のボス。本当に、もう春なのかしら。春という名の冬よ。何それ。おかしいと思ったら下に行く。あんた人じゃないじゃない。猫ね。猫だね。それにきっとあなたに聞いてもわからないでしょうし。わからないじゃない。教えられないのや。どっちにしろあなたから回答が出ないなら同じよ。ほんと生意気。だって昨夜だもん。昨夜だしね。そんな風に思われてたんですか。それにこんな日はね、猫はおとなしくこたつで丸くなるものよ。こたつって、熱源の上部を木製の炉で囲い、上に布団をかけて暖を取る仕掛けです。へぇ。そういう迷信を信じちゃダメ。迷信だったのか。迷信だったのか。もう本当嫌になっちゃうわ、そういうの。大体、野良猫はどうすればいいのや。野良猫は自分が燃えればいいと思います。何言ってるの。野良猫はそうね、おとなしく保健所に駆逐されてみては、浄土の世界は暖かそうだし。保健所ってどこ。さあ、興味ないわ。人間か、私たちを駆逐。え、駆逐されるの。どうだか、無理、絶対無理。あんなのが私たちに盾つこうなんて。そのあんなのは今あんたの目の前にいるんだけど。分かってて言ってるのや。どうなるか試してみたいのね。結果は分かりきってるでしょうけど。昨夜が強気で勝ち気。それじゃあ昨夜体験開始。さあどういう戦いになるかしらね。さっきの答えここで教えてあげるわ。さっきなんか言ってたっけ。猫が人間に勝てるとかどうとかの話だったわね。じゃあここで私が勝ったら人間は猫に勝てるってことね。勝ったらね、そういうことにはならないけど。最初の攻撃は避けるの簡単ね。黒子弾が飛んできてその間に緑の弾幕って感じ。七分飛翔艇ね。結構面倒くさいスペルカードね。そうだっけ。一瞬速くなるのが避けにくいわ。最初は普通に落ちてくるだけなんですけどね。2回目にそれが来るのよ。ドン。あ、ほんとだ。しかししっかり見れば避けられないことはないです。これは1回ずつ繰り返しで来るみたいね。でも次が来る前に体力削り切りそう。どうでしょうか。微妙な感じです。途中で終わりね。はい、お嬢様。なんだか悔しい。無事突破。次の通常攻撃ね。私に向かってくる攻撃です。その後に黄色の弾幕が落ちてくるね。油断してると当たるわ。油断してなくても当たる。鱗弾が消えるか消えないかのところが一番避けにくいです。一瞬狭くなるからね。今は昨夜左に避けてるみたい。おっと、この青い弾幕。あ、もう削れる。全然無駄。確かめっちゃ転がってくやつ。何その説明。私のナイフじゃ落ちれない。一瞬反応はしてるみたいだけどね。まあ止まってる時に当てれば大丈夫ですが。思い出した、途中で弾幕が変わるやつだ。その通り。落ちてくるスピードが結構速いのよね。隙間が結構狭い場所もあります。今度は横に行くや。転がるのが速い猫だこと。昨夜は左に避けてから若干中央に寄ってるね。これも途中で変わるんだっけ。その通り、変わる。あ、意外と避けづらいかも。昨夜が一番下まで下がる。これ、全部殺人道具。おっと、ここでスペルカード。全部使え。昨夜、ゴム使う必要あった？いえ、なかったですね。当たりそうだったので使ったのですが、完全に避けられてたわよ。もったいないことをしてしまいました。まあそれでもゴム4つあるからね。このままじゃ弱く見られるからゴム使え。残念だけど、もうその必要はないわ。くそナム。ナム。ナム。ナムって何？知らないで使ったの。お姉様知ってるの？知らないわ。なんだそれ。絶対的な信仰を表すために唱える語らしいですが、絶対的な信仰、ねえ。きっと極楽浄土は、暖かくて幸せに違いないでしょう。これでステージ2クリアね。これが今回
回のリザルトよ。ってことで終わり。帰ろう。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。